第4回問題 1, 1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 一番男の子と女の子が話しています男の子はこれからどのようにしなければなりませんかゆうべねお菓子を食べながらお母さんのそばへ行ったら叱られたんだよお母さんにあげないで一人で食べていたからでしょ違うよお母さんお菓子食べないよ太るからそうじゃあ歯を磨いた後だったんじゃないの 磨く前だったよ歩きながら食べてはいけませんって言ってたよ男の子はこれからどのようにしなければなりませんか 2>, 2番男の人と女の人が話しています。女の人はこれからすぐどうしますかこの椅子動かすのを手伝ってくれないそうしたいんだけど、これから歯医者に行かなくちゃいけないのよ。でも2、3分で済むからさ。そうなのじゃあ。女の人は これからすぐどうしますか ?3 番 3> 女の人と男の人が話しています。男の人はこれから。 どうしますか二人で外出なんて久しぶりね。そうだよね。今日みたいに会社のパーティーでもないとな。それはそうと、招待状持ってきたあ、忘れた。わざわざ玄関に出しておいたのに、ちょっと取ってくるよ。大丈夫。あたしがちゃんと持ってきたから。なんだ、よかった。携帯は持ってきたあ、 ない。忘れてきた。やっぱり戻って。いいわよ。持ってきてあげたわよ。そうか。でも、なんか、君、今日は意地悪してないそれはそうでしょう。うあなたは昨夜、私の誕生日忘れたんですもの。悪かったよ。今日、途中にデパートあるから、何か買ってプレゼントするよ。そう、よかった。私、 わざわざネックレスしてこなかったのえー、ネックレスかよふふ <laughs> 男の人はこれからどうしますか 4番、男子学生と女子学生が話しています。今、学生たちの中で一番多く使われているのはどれですかあら、立派そうなペンですね。自分で買ったのいいえ、これ買ったんじゃなくて、誕生日にお父さんからもらったの。でも、私は普通、よく使うのはやっぱりこれね。僕も。安いし便利だね。 インクがなくなったら捨ててもいいからね。だからみんな使っているのよね。今だんだん鉛筆を使わなくなったわね。そうだね。でもうちのおじいさんはまだ筆を使ってるよ。へえ、本当。今、学生たちの中で一番多く使われているのはどれですか 5番男の子と女の子が話しています男の子はおじいちゃんに何をプレゼントしますかおじいちゃんのプレゼント考えたよ毎日使うものだよ食べる時にわかったスプーンでしょう残念でしたおじいちゃんあんまり養殖好きじゃないからねそうなの本当は足が悪いおじいちゃんに 車椅子を買ってあげようと思っていたんだけどお金がなくてそうねあわかったわ男の子はおじいちゃんに何をプレゼントしますか 6番お母さんと男の子が話しています今日は何度ですか冬だというのにこのところ暖かいわね今頃は8度ぐらいが普通なのに今日は何度あるの10度ぐらいだよ昨日は14度だったわよね今日はそれよりちょっと低いよ 今日は何度ですか7番男の人と女の人が話しています誰が男の人に パソコンを教えましたかパソコンが上手になりましたね学校で習ったのですかそんな時間はありません家で覚えたんですよそうですか息子さんに教えてもらったんでしょうそれが違うんです息子が家内に教え家内が私に教えてくれたんです奥さんですかその代わり家内と娘に テニスを教えているんですよ誰が男の人にパソコンを教えましたか 8番男の人と女の人が店で話しています男の人はいくら払いましたかこの2600円のをもらうよじゃあ3000円ではいありがとうございます500円のお釣りですあれ100円多いけどはい今日は100円安くなっております 男の人はいくら払いましたか問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 男の人と女の人が話しています。女の人はどうして男の人にご馳走しますか 山田さん、確か音楽が好きでしたよね。はい、大好きです。私はコンサートの切符が2枚あるんだけど、一緒にどうかなと思って。コンサートですかうわぁ、うれしいなぁ。今週の日曜日の夜なんだけど、時間が空いていますか日曜日の夜ですね。はい、大丈夫です。どこでですかまた何時からですか えーと、6時半から新宿の日本音楽ホールで行われます。そこへ行ったことがありますかいいえ、ありません。じゃあ、どうしようかな。どこかであなたと待ち合わせましょうか。そうですね。お任せします。6時に新宿駅で会いましょうか。新宿駅知っていますね。はい、知っています。何回も行ったことがありますから。 山手線の改札口でよろしいですかはい、わかりました。じゃあ、日曜日を楽しみにしています。ところで、大山さん、これから食事でも一緒にどうですか私がごちそうしますよ。中華料理が好きだと言っていたでしょういいね。どうもありがとう。 女の人はどうして男の人にご馳走しますか二番男の人と女の人が話しています

いつもとは味が違ったねそういつもより味が落ちたわ作る人が変わったのかな今日の味はどうでしたか 3番女の人が話しています午後の天気はどうなりますか午後の天気です 今日は朝のうち雨が残り、気温も20度前後と過ごしやすいでしょう。昼過ぎからは雲が多いですが、時々日が差し、気温も30度近くまで上がるでしょう。午後の天気はどうなりますか午後の天気です。 4番男の人と女の人が話しています。女の人はどの名詞にしましたか これ、四つありますが、どれにしましょうか。そうね。縦より横の方ね。上は会社の名前で、人の名前はやはり真ん中かな。右下に住所と電話と E メール。じゃあ、これにしますね。ちょっと待って。この丸のマークは会社の名前に近すぎると思うけど。じゃあ、これですね。そうね。 女の人はどの名詞にしましたか？五番。男の人と女の人が話しています。男の人は。

いや、月曜日からテストだから、勉強しようと思っていたんだ。でも、どうも勉強する気がなくてね。それでどうしたのそうしたら、友人から電話があって、テニスをしないかって言うんだよ。すぐ別の友人から、映画に行こうと言ってきたんだ。それでどっちにしようかと思っていたら、雨が降ってきたんだ。じゃあ、映画考えてみたら、金がないんだ。 それでやる気がないけどやっぱり男の人は日曜日に何をしましたか 6番。女の人が話しています。明日の朝何時までに集まらなければなりませんか。 皆様、明日の朝の予定が変わりました。出発の時間が30分早くなりました。9時ではなく8時半に出発しますから、皆さんは10分前までに集まってください。お間違いのないようお願いします。8時半出発になりました。明日の朝。 何時までに集まらなければなりませんか七番男の人と女の人が話しています はじめは皿の上のケーキはどうなっていましたか 皿の上にケーキあったけどどうしたのさっきカズオが一つ食べたみたいよでもないんだよじゃあ猫かしら猫は二つも食べないだろうわからないわようちの猫よく食べるからはじめは皿の上のケーキはどうなっていましたか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください1番 友達の写真を見たいです。何と言いますか ?1. その写真ちょっと見せてくれないにその写真いいかどうか見てください。3. その写真はっきり見えるよ。 2番、2> 会議の時間より遅く来ました。何と言いますか ?1, 1.、会議が遅れてすみません。2、会議に遅れてすみません。3、会議を遅くしてすみません。 3番誘いを受けたくないです何と言いますか 1. 1ちょっと悪い気持ちで 2. ちょっと良くないお誘いで 3. ちょっと都合が悪くて 4番、ホテルの窓が壊れています。なんと言いますか 1>, ?1 窓を開けてもいいですか ?2 窓が開かないんですが3窓は開けてありませんよ。 5番、コーヒーを飲んで、喫茶店を出ます。店員に何と言いますか ?1、ここのコーヒー悪くなかったよ。2、コーヒー遠慮なくいただいたよ。3、お店のコーヒーおいしかったよ。 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1>, 1番 毎日勉強していますか ?1. ええ。だから年をとってから勉強しようと。2. ええ。でもこんな年じゃいくら勉強しても。3. ええ。年は歳だけど頑張って勉強してみたら。 2番、2> これを友達にあげたいんだ。1>, 1、受け取ってくれるかどうか心配ですね。2、大切にしてくれてとても嬉しかったわ。3、きっと喜んで使ってくれるでしょう。 3番、私のうちでは日曜日には父が食事を作ることになっていますお宅では1母が作っています2母が作っていました3母が作るかもしれません 4番鈴木さんはよく旅行しますねお金持ちなんですね1そうでもありませんよ2これでは困りますよ3それではいけませんよ 5番、ご主人は何時ごろお帰りになりますか ?1、3時ごろ帰ると言っていました。2、3時ごろにしたらどう思いますか ?3、3時ごろには帰りたいんですけど。 6番、1>, 1万円貸してくれないか ?1、ええー、1万円、2万円だったんじゃない ?2、ええー、昨日1万円貸してあげたじゃない ?3、あ、返してくれればありがたいけど。 7番あの人は英語が全くわからないらしいよ。1, 1そうか話してみてもらおうか2そうかそんなら任せてみたら3そうかそれでは困るな。 8番。あれ今日の授業って何だろう 1>, ?1、9時からじゃない ?2、教室でじゃない ?3、英語じゃない